満月の夜に宝石を身につけて生まれた子猫は、猫の国のプリンセスになれる運命を持っているのです。さて、今日も猫としてのたしなみを身につけましょうね。はい、頑張るにゃ。では優雅な身のこなしの練習です。ここからひらりと飛んでみてね。はい、2個から。惜しい妹を楽しましたわ。死んでないよ。では次、ここ楽勝ですわ。おお、すごい。たしなみのお勉強先が長そうね。